岩橋産婦人科岩橋栄ちゃんです。今日は子宮内膜症についてちょっと聞いてみます。はい、お願いします。子宮内膜症についてですね、子宮内膜症っていうのは、あの子宮の内膜、内膜が一番内側の膜で、あの赤ちゃんのベッドになるところなんですけれども、今頃あれですかね、初経っていうか初潮が大体、昔だったら大体あの15歳ぐらいから、あの初潮になって、17歳ぐらいから子供を産み始めて、あの結構10人とか産んでるんで、その内膜症っていうものになる機会っていうのが非常に少なかったんです。ところが今は初潮が早かったら9歳くらいから初潮っていうことで、で結構長めにあるっていうことで内膜症っていう病気が増えています。お腹に子供を抱いてる場合にはあの月経が止まるわけですから、あの月経とともに悪くなるのが内膜症ですから、その昔に比べて月経の回数が多いっていうことで内膜症という病気が増えているというふうに言われています。で、具体的にはその月経の内膜っていう内側の膜が、内膜が子宮の筋層のところに食い込んできて子宮を大きくしたり、あるいはあの内側からこう卵管を通ってお腹の中にちょっと逆流するっていうふうには言われてるんですけれども、外に出る血液っていうのは外に出てくるわけなんですけども、月経中に逆流した血液がお腹の中でそこで行き場がなくてっていうか、そこで癒着を起こしてくる、この内膜がお腹の中で子宮以外のところに生えていって、あの起こる病気が内膜症です。それはあの外性子宮内膜症といいまして、外の性質のせい、あの子宮の外の内膜症っていうのはそれ で、でそれに対して内性の子宮内膜症っていうのがあって、それが先ほど言わせていただいたみたいな、子宮の中からこの筋層に向かってこうなんていうかな、ずーっとこう入っていくわけなんですね。内膜が入り込んでいって子宮全体を大きくする。だから筋腫とは違う。子宮筋腫っていうのはこの筋層のコブなんですけど、内膜症っていうのは内膜が中へ食い込んでいって子宮全体を大きくするんで、全体に大きい、どこにあるっていうんじゃなくて全体を大きくするっていうのが内膜症です。で、やっぱりその内膜症も軽いものであれば別に症状もないし子供もできるわけなんですけれども、それがひどくなってくると、例えば最近増えているのが2人目不妊っていうのが増えてるんですけれども、もともと持ちなところへその1人目を産み張って、ちょっと2人目までに開けてる間に内膜症が進んでしまって、2人目不妊っていうのはどうも昔に比べて増えています。やっぱり内膜症が噛んでることが多いので、例えばその症状的に、あの一旦は子供さん産んで軽くなってた生理痛がまたひどくなってきたよ、おかしいよっていう時にはご相談いただけると ありがたいと思います。早く分かれば早く治療して2人目不妊の解消っていうのにつながっていくからです。ちょっと頭の悪い説明やけど、子宮筋腫って言ったら塊取ってしまえる、内膜症って言ったらにわーって出んたよって、内膜症しか怖いんか。怖いっていうか、どちらも良性の腫瘍ではあるんですけれども、どこかわからんから取れないです。なのでお薬を飲まれたり、あるいはこの点鼻で鼻にシュッシュッっていうもので月経を止めるわけです。月経を止めてカラスっていう感じで、カラスってカーカーのカラスではなくて、抑制するっていうんですかね、小さくする。だから子宮が元の形に戻りやすい、完全には戻らないにしても、膨れ上がってたら大体3分の2ぐらいに縮小することができます。いろんな技があるんやな。